はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロ2016ペナントレースやっていきたいと思います。現在2017年の11月2日、オフシーズンに入ったところですね。で、今回はこのオフシーズンをやっていきます。なので、次の春のキャンプのところまでですかね。というか、そうか、ペナントだから春のキャンプはやって、オープン戦前まで、やっていこうと思ってます。で、ちょっと日程表は確認していきましょう。年間表彰式があって契約更改、そう、今回ちょっとね選手を入れ替えるので、まあ、契約更改で、さよならする人 と、応募してくれたけれどもちょっと、採用されなかった人たちごめんなさいと最初に言っておきます。で、帰国とかポスティングとか FA とかは、関係ないので、ここら辺は、サクサク進めていきましょう。じゃあまずは年間表彰式ですね。これも縁がなさそうだけど、そうか、あれか、英国紳士か。英国紳士なんかホームラン王的なの取ってないかな。まずベストナイン、相変わらずの全員サクセスチームだな森、糸井、デスパイネあたりが頑張ってますね。ゴールデングラブ、あ、ゴールデングラブはちょいちょい入ってきてますね。まあでもスッスとかはさすがだよな。まあ、うちのチームは特に何にもないという。個人タイトル。これも全部奪われて。あー、いるね。本塁打王。英国紳士。本塁打王だけ。取って、他は全部ほぼサクセスですね。あー、でも、最多奪三振とか大谷、西武西野さん。ここら辺はさすがといえばさすがだな。最多勝、今回山口か。沢村賞も山口ですね。MVP が滝本か。まあ、ここら辺、やっぱね、滝本、才賀あたりがすごいよね。友沢もそうか、いるのか。よし、ナイスだ。英国紳士、300人増やした。次の年も続けますか、続けますと。本塁打王獲得メダル。さて、今回は一応ね、各ポジション、1人ずつ、募集はしたんですけれども、負け担当がアキレス腱断裂からようやく復帰したな来シーズン頑張ってもらいたいものだ。募集した、まあ、ポジションのうちセカンドとショートが全然いなかったので、まあ、そこはちょっと入れ替えはなしで、外野が矢部海がちょっと抜けちゃってるんで、外野は2人入れようかなと。で、そうすると、今の人数的に入らないので、ここでちょっとね、自由契約にさせてもらう選手が、出てくるんですけれども、そうか、コーチか。コーチ重要だよね、これ。長岡コーチはね、降格打法とコーチ弾道アップっていうのがあるから、いいと思うんだよね。このままでいいと思うんだけど、パワーヒッター、身長打法、パワーヒッターで身長打法っていうのもな、パワーヒッター、プルヒッターか。プルヒッターだったらやっぱり広角の方が欲しいですからね。やっぱパワーヒッターか、広角打法。威圧感とかな。まだうちのチームにはちょっと必要ないよな。まあ、ここはまた長岡コーチ継続でいきましょう。守備走塁コーチですね。川野コーチ。これちょっと盗塁アップなんで変えましょう。怪我しにくさとか、うちのチームいいんじゃないか怪我するやつらいっぱいいるからな怪我しに、あ、キャッチャーアップがあるじゃん。キャッチャーアップも惜しいけどな。ちょっと怪我しにくさ、レーザービームっていうのもね、俺の中ではすげえ魅力なんだよね。送球も欲しいけどね。積極守備か、なかなかいいな。ちょっと怪我しにくさ、レーザービームの植木コーチに、来季から変えます。で、投手はやっぱね、一発削除っていうのがいいっすよね。タイピングアップと一発削除。松尾コーチも結構優秀なんで、今回は、このコーチ陣でいきます。OK。で、OK と。で、ここで、まあ、一人ずつちょっと見ていきますか。投手成績で見ていこう。まず、柳瀬くん。負けが11あるけど、勝ちも4あるから、1900万か。これ確かね、ここでこうやると、そうだよね、決められるよね。OK、このまま行きましょう。で、ジャックス。ジャックス3勝して7500万か。能力的には
あー悪くないんだね。7500か。あーまあしょうがないよね。参照してくれてるからね、うちのチームで貴重な勝ち星を挙げてくれてるんで。うさぎちゃん一応セーブが1あるからちょっと上げてきたかな。5300万か。まあいいでしょう。で太田くん、太田くんね4勝してるからね、4600万まで3倍釣り上げてきたなまあいいでしょう。先発として、うちの看板を背負ってもらってるんで。でイソッチ、イソッチは1500万か。イソッチはね今季何が何でも変化球を覚えてもらいたいものだから、まあこのまま1500万でいいでしょう。お買い得ですねイソッチは。変化球がないからかな。でタッキーリ、タッキーリはスタミナがめちゃくちゃあって一応3勝してるから2300万、いいでしょう。近所、確かにね近所若干打たれたからね今季、まあ能力的には全然いいですけど、まあ7700から6100、まあこれでいいでしょう。T 田中、 T 田中は全然活躍してねえな負け3がついてるだけか。まあ能力的には変化球がね全方向1ずつっていう、まあこれが絶好調とかノリノリになってくると使えるんだろうけど、今のままだとなちょっと厳しいよな。まあ1500万現状維持ということでいきましょう。吉田くん、吉田くんはスタミナがあって1勝してますからね、ちょっと負けも多いですけど、まあしょうがないですよね。球速がやっぱり遅いのと変化球が1球種しかないからかな。フォーク4だけ、1500万から1500万と、まあ変わんないからいいでしょう。曽根くん、まあ曽根くんもね2勝上げて中継ぎで上げてるけど、6700万か、めちゃくちゃ上がったな。まあしょうがないよね、2勝してくれてるもんね。で今季入ってきたニコガミくん、ニコガミくんは負けが1あるけどホールドポイントっていうのかな、 HP10 ついてるから、まあそれなりに頑張ってはくれてるのか。まあ1500万から3200万ですね。宮内くん、宮内くんはこれあれか、帰ってきた選手か帰ってきた選手だけどちょっとまだ今季活躍できないうちに終わっちゃったっていうところか。登板数6ですからね。でまあ能力はいいからね、能力いい割には年俸低いっすね、1500から1500。もうちょっと変化球が伸びてくれば勝てるかな。でみゆちゃん、みゆちゃんはみゆちゃん高くねえか5000万ってマジでなんでこんな高いの。中継ぎでしょ、ホールドポイント3だしさ、負け1、登板9、防御率だって 4.8 だしね。ちょっと高い、これは3000万くらいにしよう、高すぎるよ。ちょっと3000万で、あれ、あそうだよね、定時3000万だもんね。ちょっとこれでダメだったらもうしょうがないっすフルサイボーグも高えな、登板0だぞこいつ。登板してないから希望額を減らしてはきているけど、ちょっとねうちのチーム抑えがねよく考えたらね多すぎたんですよね4100、ちょっとこいつも3000にしよう。あんまり高い人たちは3000まで抑えましょう。でホラー、ホラーは一応登板3か、まあ1500だからこんなものでしょう。132の EE か。で粉砕心6600万かから5200、こっちもちょっと3000まで下げよう。だいたいさ登板してないのにさ5000万も要求してくるってどういうこと。リカちゃん、リカちゃんも登板してないけれども、まあ1500から1500ですからね、まあこのままでいきましょう。で気候、気候は一応参照してるのか、まあ参照してるから4000万、まあいいっすね。まあうちのチームはねこの負け数はもうどうでもいいんですよもう負けるチームなんで、いかに勝っていかにセーブを上げていかにホールドポイントを稼げるかっていうところが一応査定のポイントです。あとまあどれだけ登板してるかっすね。ランタもなんで41登板してるんで、まあ4100万、ちょっと減らしては来てますけれども、まあいいでしょう。でジェフも一応な14登板してくれてるので、まあ、2300万の2300万。で田中くんはスタミナがなさすぎるんだな変化球がめちゃくちゃすごいんだけどちょっとスタミナが足りなすぎるんで、この人もちょっと3000万にしておきましょう。
田中君はね、なんかちょっとコメントで、多分作った人からいただいたんですけど、あの超晩成型な感じになってるみたいなんで、まあ長い目で見ていきましょう。正宗も登板はしてますね。3200から現状維持なんで、これでいいでしょう。負け担当はね、まあちょっと今季アキレス腱断裂しちゃったんで、まあしょうがないよな。負け担当もちょっと、もう一個変化球が欲しいといえば欲しいけど、まあとりあえずこれでいいでしょう。でシノン、シノンもまあ1500万から1500万、若松くんは7登板1800万が1500よりちょっとだけ高いね。で一応投手がここまで買って、投手をね誰か自由契約にしないといけないんですよね。そうするとちょっと登板してない人だな、申し訳ないけど登板してない人を一人自由契約にしますか。これやだろうな、ちょっと自分の見てる人自分の見てる前でさ、こいつ自由契約みたいな感じでまあ登板してくれてる人はさすがにクビにしないんで、そうっすね。そうするとちょっと申し訳ないけど、リカちゃんあたり、投手コーチ転身とか、コーチに転身してもね、打球反応と投手くらいか。ちょっとリカちゃんすいません、自由契約にします。じゃあちょっと野手の方に行きましょう。もう心が痛いよ本当に。これは何で乗ってんのかな、打率から乗ってんのかな、そういうわけでもないか。まあいいや、上から見ていきましょう。広大くん、これはね、試合数と打席数あたりをちょっと見ていきますか。と、まあこれ全体的に加味しましょう。75打席立って、これくらいか。まあ1500だからいいでしょう。ちょっとね、あと、1500の人たちは自由契約になる恐れがあるんで、まあちょっと、固唾を飲みながら見守っていてくれればと思います。で山田くんはもうこれ完全に122試合出てくれてるんで6600万、まあこれでいいでしょう。で赤木くんがあれ、赤木くんって覚醒した人だっけ総力が確かめっちゃ上がってるんだよね。まあこのままちょっと期待の、留学生なんで4300万でいいでしょう。で炎上王もね頑張ってくれたからね、やっぱめっちゃ上げてきたよ。9000万か痛いな。まあ痛いけどしょうがないよね。頑張ってくれたもんね。127試合で打率も2割7分2厘ありますからね。本塁打17か。パワーいいやればやっぱりパワーヒッター持ってればそれなりにいくんですね。炎上王はこのまま契約でいきましょう。うわー、かりんちゃんね、かりんちゃんもねめっちゃ打ったからね。試合数130、パワー C 1億か。いやもうこれしょうがない、飲まざるを得ないよ。もうこういう弱小チームでねこれだけ打ってるんだって言われたらもう俺は何も言えないよ。でローソンもまあまあ活躍はしてくれた印象がありますからね。ローソンはそうか、2000万か。なかなか謙虚な感じはするけど、試合数的にはでも半分くらいなのか。で南條くんはちょっと試合数ゼロか。こういうの見るとちょっと怖いよね。解雇されるんじゃないかっていう。まあ、ちょっと解雇候補には上がっちゃいますけどね。ほんと申し訳ないけど。南條くん、まあ1500万。これでいいでしょう。で、ピザ。ピザは、そう。たまーにだけ出た気がするんだけど、それとも7試合だけか。まあ、1500万だからいいでしょう。帝国紳士。うおー、来たーマジか。本塁打王だもんね。2億2000万か。もうでも英国紳士抜けられたらうちのチームやっていけないんで、もうこれはしょうがないですよ。英国紳士はもう現状維持で2億2000万。うおー痛いけどしょうがない。で小山くんは守備的な能力ですね。一応1800万なのか。1500万と1800万とかやっぱ能力的なものなのかな。試合数ゼロっすからね。高田くん、まあ、高田くんもちょいちょいは出てくれてたので、まあ3500万、現状維持でいいでしょう。で、カズマンも守備要員ですね。守備要員の人たちってちょっとあんまり出番が少ない感じだな。まあ、1500万から1500万、これでいいでしょう。サンデー・モーリも94試合。まあ、打率とかは悪いけど、多分守備で貢献してくれてるのかな、3400万あるんで。まあ、このまま行きましょう。高橋家、
高橋家下げてきたね。結構活躍したイメージはあるんだけど、まあ別に6000から4200万だったら全然いいでしょう。で、メリーヨ、メリーヨもね、なんかちょいちょい打つんだよね。やっぱ弾道4のパワーが C に近くて広角打法があるからかな。1500万から4200か。まあやっぱりこれだけ打てば上げてくるよね。まあいいでしょう。松潤、あ、松潤があれか松潤が留学組で赤木くんはなんか覚醒したのか。松潤は1500万か。それでもまだちょっと帰ってきたばっかりだからね。まあ来季に期待しましょう。ケイト、ケイトも40試合出てるので、まあでも5200から4100か。まあいいでしょう。ちょっと白石くん高くねパワーがちょっと高めとはいえ、ちょっと高いね。3000まで一応下げよう。マー君、マー君は39試合で、まあ1500万か。まあ大丈夫でしょう。で、プニコちゃんが75試合で、一応ホームランとかもちょいちょいって言っても2本だけど、まあ、打ってくれてはいるし、まあ打点も上げてくれてるので、まあ2500万いいでしょう。で、信長くん、信長くんは、30試合、一応本塁打も、一応こういう能力でもホームラン、まあ出るっちゃ出るんですね。弾道3っていうのがやっぱいいのかな、この能力で。ちょっとだけ希望額上げてきましたね1900、まあいいでしょう。根っこはちょっと試合に出てないので1500、このままあって、東条も高えな。これ何なんだ、やっぱ能力的なものなのかな、活躍的なものじゃなくて。ちょっと下げましょう。で、西田くん、西田くんは走力がめちゃくちゃ高いけども、盗塁を一応うちの選手では貴重ですからね。盗塁してくれてるんで、やっぱ盗塁要員だから、まあ1500万だったらお買い得なんじゃないですか、この能力盗塁してくれれば OK。 ローズも結構平均的に伸びてきたな。まああと打撃面をね、もうちょっといいくらいまで持ってってくれれば結構使える外野手になると思うんですけど。あれ、レインボー2引退になってんぞこいつもう年なのかお前成長表的なの見てみる。こいつ何歳なの、能力が衰えてきている。何歳とかって見れないのかな。もう完全に下がってるからね。そっか、レインボー2引退するんだったら外野入れ替えてもよかったかな。まあいいや今日は、1試合も出てないんで、まあ1500でいいでしょう。ちょっとこのまま見ていきましょう。で、ケイジ16試合の、まあ1500万、まあこんなもんかな。で、ユキ一応1試合出てるんだ打席読んで2割5分、1打席打ったんだね。4500万か。ちょっとこれも4500万はね高い。3000まで下げよう。サティアンは1500万で、エドガー・コナン君もね、ちょいちょい見てたからね。100万上げてきたねなんだろうね、一応3割いってるよ的なアピールかな。で、ガンダーはまあ出てないけど1500、二次量はちょっとだけ出たのか。まあ1500、パワーがあるのか。この人どこだっけ。そう、セカンドにしてはね、ちょっとやっぱね、守備方がね、どうも不安が残るんだよね。で、キルアも、1500でいいでしょ。で、全部守りはね、やっぱこれキャッチャーで出てたんだっけ。なんか一回ノリノリとかにもなったような気もするけど、なんか忘れちゃったな。それなりに、提示してきてね。まあ5400から4300か。まあいいでしょう。島歌もちょっと、出てないので1500と。副部長は、そっか、ミートが1か。まあちょっと試合のあれはなかったけど、このまんま。シラアットも1500万。中川くんも、1500万だからいいでしょ。牧原も1500万。そう、竜王がね、ちょっと2年目あんまり出てた印象がなかったけど、まあ、能力的なものがちょっと低いのかな。阿部人、守備職人があるけど、まあ、能力的にちょっと活かせてない感じがしますからね、この特能が。まあ一応2800万か。2500万にしていいですかちょっとダウンで。お魚、お魚
守備方めっちゃあるけどめっちゃ高えな。ちょっと3000まで下げよう。であれに来るのか。そうするとどうしようかね。一応ね、野手はね、少しまだ空きがあるっちゃ空きがあるんですよね。空きがあるんだけどな。キャッチャーはね、今回1人ちょっと本当に入れたい人がいるんで、そうするとまず炎上王は確実に入れるでしょう。でピザもね、まあそれなりに頑張ってくれてるからな。ケイジ君も16試合出てるから、そうだな、ちょっとすいませんけど南條君を自由契約にしましょう。で、セカンドとショートは今回応募がなかったんでこのまま継続でいくでしょう。で外野がもうすでに2人外れてるんで、そうするとサードとファーストか。サードとファースト、小山君ってどこだっけ。セカンドか。カズマン遊撃手、白石くんがファーストか。ちょっと白石くんと、東条は二塁、サピアンもファーストか。キルアはセカンド、遊撃手、セカンド、遊撃手、外野。お魚はまあ一応守備要員で使うから、チャンスがあるのか。まあ、チャンスあるのはいいよな。そうだな、ちょっとチャンスにうちは弱いから、一応チャンス B 持ちのサティアンを残しておいて白石君すいません自由契約にします。あとサード、サードでも3人しかいないのか。多分これ自由契約にしなくて大丈夫かな。契約更改にしよう、やっぱり。以下だっけ。3000万にしよう。3000万も高いかな。2500にしてダメだったらちょっと諦めてもらおう。よし、これでいこう。多分大丈夫だと思うんだよね。で、OK。レインボー2が引退しましたと。本当かわいそう。本当かわいそう。笑いながら言ってるけどさ、本当申し訳ないです。で、多分ね、オフシーズン中って、戦力の増強がね、できないと思うんですよね。ああ、できないよね。春のキャンプ以降に参加させることができますと。じゃあ、ここら辺は、サクサク進んでいきますか。いや、ちょっと待って。あとね、ちょっとやることが、そう、あって。あれ？留学ってどこでやるんだっけ？ここ帰国選手だよね。留学もさせたいんで。で、ポスティングでしょ？で、ポスティングは特に何もないはずだから。まあ、うちのチームは。で、FA があって。別に交渉することもないんで、まあ OK と。で、FA 保証とかも。あれ、なんかサクセスチームに入った？あれ、誰だろう。これは上昇っていうのかな。年俸6900で入ってますね。まあいいや。うん、OK。まあ、じゃあ。新たな新天地で頑張ってください。で、自由契約自由契約になっちゃった人いるからね。どうなったんだろう、これ見れんのかな。いや、でもそれなりに人はいるからね、自由契約になっちゃった人。やってみて、やっぱ外国人なんだ。いや、南條くんいる。選手希望730万とか。ショックなんだろうな。あ、ヤーベカイいるじゃん。リカちゃんもいる。リカちゃんの730。一番少ないんだろうな、730とか。採用されてねえな。これってもう完全に行くところなくなっちゃったってこと？あ、ここで海外留学。で、海外留学。
をするんすけど、え、ちょっと待って、ここ一回押して留学地選択でペナントあるよね。よし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 、一回やればペナントは多分ずっと出てきますね。で、誰を行かせるかだよな。先発、やっぱね、先発行かせたいんですよね。だってここでさ、抑えとかさ行かせてさ、スタミナが上がりましたって言ってもちょっと困っちゃうからね。やっぱりな、どうしようかな。 T 田中とか行かせようかな。ちょっとね、赤とかがいっぱいついてるのがねあれなんだよね。タッキーエリアもうすでに私な。柳瀬くんバランスがいいからな。回復 B 持ってるしね。これでスタミナがついてくれれば、スタミナがね絶対上がるかって言われるとそうも言えないんけどね。いやー、宮内くんのこの能力を見るといいよな。こっからタッキーエリアちょっとスタミナついてもな、決められればね自分でいいんですけど、ちょっと今回柳瀬くん送り込むか。よし、ちょっと先発は柳瀬くん送り込んで、あとは野手、野手はねなるべく外野をね送り込みたいんですよね。外野かセカンドかショート、ファーストとかだとちょっとあんまりいらない能力が回ってもしょうがないんで、どうしようかな。ショートって今どういう感じになってんだ。サンデー毛利か。サンデー毛利、ただチャンかチャンスがいくなかんな。小山くん、ミートとパワーが上がってくれればすげえバンバン剤なんだけど、まあ、パワーばっかりはね何とも言えないからね。高田くんとかもそれなりにバランスはいいからな。ローソンか。いやー、でもどうせだったらな、特殊能力ついてる人がいいよね。ちょっと小山くん、まあ、セカンド、ファースト、ショートがあるから、まあ、ここで、どうしようかな。すげえ悩むな。あんまりね、ここでね、肩、守備が上がっても、ちょっと、C あれば、いいっちゃいいからな。ローソンあたり、ちょっと送り込もうかな。ローソンにしよう、今回。OK。一応まだ選択は可能か。留学地を決定してよろしいですかと。OK。さあ、頑張ってこい。さらなる活躍を期待しているぞ。で、一応、キャンプの前に、まず今季頑張ってくれた人ですね。使えるものは使っていこう。ちょっとだけお金ためなんで。ここら辺は、こいつらの能力が上がってもしょうがないからね。まずは総力強化で英国紳士、英国紳士は本塁打を取ってくれたんであげます。で、あとはあとちょっと能力を見つつ、選手を覚醒させましょう。今季あれ、最多勝とか誰だ、どうやって見るんだ、記録室か。うちのリーグ記録で、サクセスオールスターじゃなくてパワーチャンズ投手ランキング、勝ち、あー、これちょっと待ってもう今年になっちゃってんのか。だから2017年度しか見れない。2017年度でいいんだよな。で、パワーチャンズにして投手ランキングにして、あー、なんかもうゼロに戻っちゃってんな。誰だっけ、もう忘れちゃった。まあ、じゃあこれはちょっと後で見返しておいて、選手を覚醒させておきましょう。あとね、なんとなく頑張ってくれた人。
ここで新戦力か。そうか、新戦力をここで入れられるから、オリジナル選手をちょっと入れますと。じゃあちょっと入れ替えが済んだので、まあキャンプが始まる前に、新人の挨拶から聞いていきましょう。もうなんか一軍勝手に登録されてたんだけど。まず、ゆずちゃん。ゆずちゃんは勝ち運。運の強い人ですと。私は運がいいですっていう感じですね。で、ピッチャーは、この一人。で、あと、野手。野手はこれ何て読むんだ？多分ね、ここら辺見れば載ってるはずなんですよね。コチヤ。コチヤくん。コチヤくんはね、キャッチャーで、球界の頭脳とささやき戦術持ちっていうね、まあ、能力はちょっと、低めではありますけど、特殊能力に振った感じですね。まあ、送球もあって、守備職も持ってて、チャンスにも強いと。新しい捕手ですね。これで、ささやき戦術持ちが2人と、なかなか珍しいチームになってますけど、捕手はね、なかなかね、炎上王も、ちょね、炎上はね、打てるっちゃ打てますからね、打てるキャッチャー、こっちは守るキャッチャーかな、といったところに、なりますかね。で、あとは、ここら辺はもともといた人だよね。この人もね、読めない。うっす、自分ミネイッスって。ミネイ君は、まあチャンスに強い、まあチャンスに強い人がいいですって言ったんで、まあみんなチャンスつけてきてはいるんですけども、まあ一応結構、外野で、オールラウンドに何でもこなせそうな感じの人ですね。じゃあミネイ君、頑張ってくださいと。で、あとは、二軍登録されてんのかな。森田くんか。ファーストのね、森田くん。森田くんはね、自分アーティスト持ちっすっていう。パワー C のアーティスト持ちっす。ただね、あんまり走れないんだよね。盗塁 G の走塁 F だから。こいつはね、ちょっと足を捨てて、まあ、英国紳士、どうだね。こう見ると英国紳士だ、英国紳士はね、DH とね、代打寄りなんだけど、こいつだったら、まあ、守備も任せていいかな。まあ、FF、ファーストで FF で、補給が D あるから、で、高速チャージも持ってるんで、バントにも対処できるんで、ファーストのポジションを任せられるっていう感じですかね。英国紳士がマジ切り札っていう、全然さ、切り札っていう感じのホームラン数じゃなかったんだけど、まあ一応、森田くん、新人になります。で、あとは、野球玉三郎、いいのかな？まあ普通に玉三郎ですけど、やたら緑特能がついてて、これも打撃寄りですね。まあパワー比降格で、調子安定の一応守備職員が、ついてる感じですね。パワーが若干低くてミートに少し振ってんのかな。だからミートが良くて、まあそれで持ってく感じの選手ですかね。野球玉三郎くん。すげえ名前だよな、本当に。じゃあ今期から頑張っていきましょう。で、あとはもう一人いた気がする。ノーマルくん。ノーマルくんはね、至ってノーマルっす。まあ一応怪我しにくさ、A ついてて、まあこの至ってノーマルっていうところが、まあ、気に入りましたね。ノーマルくん。自分マジノーマルっすっていう、感じの、まあ、新メンバーで、今期頑張っていこうと思います。じゃあキャンプですね。キャンプはちょっともうこれマジで設定しないといけないんで、まずね、まず何はともあれ、多分ね、これ全員に変化球を覚えさせるっていうのをできるのかな。カーブしとく。まあ、まず基本はカーブでしょ。できそうだな。ちょっと、1球種しかない人は2球種目を覚えさせよう。まず、ゆずちゃん。そうすると、ゆずちゃんも、じゃあ、スライダー。ジャックス。ジャックスはスタミナにしとくか。で、うさぎちゃん。うさぎちゃんはね、これ赤徳とか消せんのかな？一発速、あ、ここら辺が多分1人やっちゃうともう、ダメなんだな。だから、うさぎちゃんはそうですね。まあ、このまま、球速を上げてもらいましょう。で、太田くんは、太田くんはちょっとね、強化したいな。あれ？スライダーの強化しかないんだけど。あ、こっちか。シュート強化レベル3。3は欲しいよね。で、タッキーギ。33にしたいけどね。変
化球オリジナルボール。うわー、これ本当にさ、たった1回の練習でさ、上がってくれんのかね。で、近所もちょっとフォークを開けるか取得させるかどうするかだな。スライダー取得させよう。で、こいつはちょっとティータなんかマジコントロールが悪すぎるかな。ちょ、コントロール一気に上げよう。で、負け担当はね、ちょっと一発削除してもらいたいんだけどな。で、吉田くんも、もう一球種欲しいよね。まあ、スライダー。で、曽根くんも、カーブ。ニコガミくんはもうすでに3つあるからスタミナだな。ここで一気にスタミナを上げてもらおう。で、宮内くんは、ドロップカーブを強化しよう。で、ランタもね、変化球強化。で、ジェフも、変化球を強化しよう。どっちがいいかな。カーブだな。3-3にしよう。田中のタイピンはちょっと、あれ、一気にここでスタミナを上げよう。で、みゆちゃんもな、これ3にするか。変ナックルか。ナックルなんてさ、そんな簡単に上がるもんなの。で、まあ、サウでもう1球種欲しいよな、スライダー。イソチはカーブ覚えてでしょ。で、粉砕心は、1だから2にしよう。ドロップカーブ強化。シノンはすでに3球種あるけど、球速がちょっと遅いのか。球速をちょっと上げよう。いや、待って、こいつって先発だっけ。先発かってことは、まあ、スタミナだな、そのまま。若松くんはシュート。フルサイボーグはちょっと決め球が欲しいね。スプリット1っていうのかな、まあ、あまり曲がり変わんなそうだけど、まあいいや。気候もちょっと変化球上げよう。シンカーだな。こいつってさ、何投げ、投げ打ち、オーバースローか。オーバースローの進化って大丈夫か。で、ホラーも、2-2にしよう。カーブ。で、こいつはちょっとこのまま守備力を上げて、炎上を、もう足はいらないから、まあ、守備だな。で、ピザは、守備練にしとこう。メリーヨはね、ちょっと打ちたいから、もう少しミートを上げてもらいたいけど、打撃練習でいいか。ゆうきくん。ゆうきくんの打撃練習でいいや。全部守りもちょっとこのまま、打撃を上げよう。ケイジは、守備でいいや。で、山田くん、あ、そっか、山田くん弾道を上げようって言われになったのか。コーチ弾道アップ。ちょっとじゃあこのまま弾道を覚えてもらおう。英国紳士はね、やっぱね、ミート上げたいよね。で、小山くんは打撃を上げて、てか、あれなってたな。野手の能力で見てなかったね。ちょっとまた初めからになっちゃうけど、ここら辺決めたっけ。小山くん、赤木くんとか決めてないよね。セカンド、守備でいいか。で、サード、肩はもういいか、C あるから。で、守備上げて、カズナンはもうちょっと、ミート上げないときついでしょ。で、サンデーもでもパワー G っていうのが、さすがにまずいから。で、江戸川コナンくんもセカンドなんで、このまま守備練習してもらって、キルアは、一応守備が若干高くなったけど、D、やっぱ C 欲しいんだけどな。ちょっと肩上げるか。マー君、セカンド。そうだね、肩をもうちょっと上げるか。で、新しく入ってきた森田君、ちょっとね、弾道を上げたいんだよね。
広角打法って持ってたよね。で、白石くん、ファースト。パワーを上げよう、このまま。副部長。副部長は、肩 D やればいいか。ってことは、打撃練習。で、玉三郎。玉三郎は、ちょっともうちょっと守備寄りの感じを、走行守備にするか。で、竜王はね、ちょっとやっぱね、打撃力を鍛えて、もう少し特殊能力を活かせる感じにして、サティアン。サティアンは、そうだね、まあこのままちょっと、パワーを C に持っていこう。で、信長、サード、これ C まで持っていきたいね。で、ガンダー。ガンダーもショートだから、ちょっと DD までには持っていって、で、東条も守備そのまま練習して、二次量もちょっとこの守備力不安だから、このまま。で、シラも、やっぱショートだからもう少し肩欲しいよね。で、ケイトも遊撃手。肩欲しいと。で、お魚。お魚は、まあ打撃に振って、中川くんもショートなんで、ちょっと肩というよりは、総合練習にしよう。島唄もショートだから、肩上げてもらって。かりんちゃんはね、打つからね。何気に何気に打つからミートを上げよう。で、高田くんも打撃寄りにするか、このまま。で、新しく入ってきた、こいつの読み方がすぐ忘れる、峰井くん。峰井くんもちょっと打撃寄りかな。てか、うちのさ、外野でさ、レーザービームを覚えさせたいやつ、誰もいないんだけど、肩 C。肩 C ある外野手がいないんだけど、ちょっと置いとくか。じゃあ、峰井くんのところまで行ったんだっけ。峰井くんが打撃に振ろう。で、高橋圭もな、ちょっとこのまんま守備やってもらえないからな。で、松潤はスタンドアップさせて、牧原が守備職人。そうか、早急 A あるから、このままちょっと肩を上げて、こいつにレーザービームでも覚えさせるかな。根っこ、根っこも一応守備寄りか。で、西田くんはなんか西田くんさ、どこ上げていいのか分かんないんだけど、これ盗塁のコーチにして盗塁でも上げればよかったかな。もう盗塁コーチはちょっとクビにしちゃったかんね。まあいいや、ちょっとこのまま全体的に上げていくか。じゃあ、総合、そうだね、まずは守備につけるように総合守備にしておこうか。他なんかある？天候とか言ってるね。コーチパワー練習とかな。コーチスタミナ練習とかあるんだ。ちょっと誰かコーチスタミナ練習やろうかな。どこまで行ったっけ。ちょっと戻っちゃったよ。西田君まで行って、ローズ。ローズはまあこのまま打撃を鍛えればいいでしょう。で、プニコちゃんはミートか。総合練習で平均的に上げてきたんで、ノーマルくん、ノーマルすぎてね、あれなんだよね。ちょ、ノーマルくん、何かつけますか。コーチパワー練習でもするなんかあんまりさ、矢印的なものが良くないんだけど。まあいいや。で、今日、じゃあコーチ、総合守備でもやってもらえますか。あと、コーチスタミナを、誰かつけますかね。スタミナがね、全くないやつ、誰かいた気がすんな。田中くんだ。よし、田中くんにコーチスタミナをつけて、よし、これでいいでしょう。練習開始。頼むぞ。特に変化球イソッチの変化球とか。てか、すげえロードが長かったな。みんな成長したってことか。おっ、めっちゃ覚えてんじゃん。まず吉田くんスライダー覚えました。宮内くんドロップカーブ3になりました。イソッチヨシカーブ覚えて、正宗スライダー覚えて、ケイジーが補給上がって、ジャックススタミナ1しか上がんないのか。結局ウサギちゃんがスタミナ1上がって、ミユちゃんもナックル上がって、ソネくんカーブ覚えて、あとはちょい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 って言ってもこれあれだね、1しか上がんないねそう考えると、あ、まあ弾道は確実に上がってくれていいね。まあ、ピッチャーに関しては変化球練習した方がいいかな。まあ、高橋圭はでも2つ上がってるね。
牧原とか下がってるし、かりんちゃんとかやっぱ下がってんな。何なんだ、もうちょっとここら辺年齢的なものが厳しくなってきたかな。よし、ちょっと投手めっちゃ強くなった気がするんで、じゃあ次回オープン戦ですね。ちょっとオープン戦が始まる前にちょっと2人覚醒させたいんで、それをやるのと、練習強化もするでしょ。お金がね、やっぱね、ちょっとだけ、ペナントじゃなくて、なんだっけ、栄冠9やってね、栄冠9、まあ、やれば多分稼げますね。でもそこまでの時間がないので、まあ、ちょろちょろ栄冠9もやりつつ、裏で、お金稼げればどんどん鍛えていきたいと思います。じゃあ、次回から、シーズン3年目ですね、2018年、やっていきたいと思います。今回はこれで終了したいと思います。